トリストラム・エドガースピーカーは、アメリカ合衆国、テキサス州、ハバード出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。ニックネームは、スポーク、ザグレイイーグル。テキサス州ハバードに生まれ、現役時代は、ボストン・レッドソックス、クリーブランド・インディアンス、ワシントン・セネタース、フィラデルフィア・アスレチックスに所属。1937年に、アメリカ野球殿堂入りを果たす。 同時代に活躍したタイカップの影に隠れながらも通算打率344を記録し卓越した外野守備として1910年代の野球界を代表する選手の一人となる。1910年から1915年までボストンレッドソックスでは左翼手のダフィー、ルイス、右翼手のハリー・フーパーと共に 100万ドルの外野人と呼ばれる鉄壁の外野守備を形成していた。特にスピーカーは抜群の打球の読みに裏打ちされた極端な全身守備をとっており、センターゴロや一人ダブルプレーを何度も言ったという。外野手補札数449は歴代1位の記録であり、1909年と1914年には中堅守でありながら12もの併札をとっている。 通算792二塁打は史上1位であり8シーズンにわたって二塁打数1位を記録する。また1912年6月9日はサイクルアンダーを達成している。1919年から1926年には監督も兼任。1920年には選手権監督としてインディアンスのワールドシリーズ制覇を実現する。22年間の現役生活で 通算3515アンダーを記録する。また映画、ザナイスインニング、ザキット・フロム・クリーブランドに出演。1958年に、テキサス州レイク・ホイットニーにて死去。70歳没。ありがとうございます。